英語が上達したければやってはいけない学習法があります。それについて今日は紹介していきたいと思います。Hey guys, it's Yumi from English Bootcamp. Welcome back to my YouTube channel. みなさん、こんにちは。English Bootcamp の Yumi です。 えー、初はじめましての方もね、いらっしゃると思うので、まあ、軽く私の自己紹介をしますと、私はですね、まあ、大学を出てから、ほぼずっとですね、英語を教えるっていう仕事に携わってきました。まあ、途中、まあ、ちょっと会社員時代もあったんですけれど、その間もまあこう、週末を利用して教えたりとか、っていうことをやっていました。で、まあざっと、まあ25年以上、英語、または英会話ですね、っていったものを教えてきてます。 で、日本人のみならず、外国人の方ですね、ヨーロッパの方とか、アジアの方にも、英語を教えたり、日本語も教えたりしてきました。まあ、そんな中でですね、まあ、何万人っていうね、方の、英語の指導、発音矯正も含めてやってきて、まあ、ちょっと日本人の、英語学習者にありがちな、こう、りやすいパターンとか、癖とか、そういったものがね、割と、 一般的な方よりはよくわかってるかなと思うので、まあそういったことをこのチャンネルでは、まあいろいろアドバイス、ガテらお話ししていってます。で、今現在、まあ東京でレッスンもしておりますけれども、まあ、新規のね、ちょっと生徒さんっていうのはもう募集してないので、で、たくさんね、お問い合わせをいただくんですが、ちょっともう私一人で何百人って教えるのは無理があるので、なので新規はもう募集してません。 ということで、まあ、このチャンネルで、いろんなね、質問に答えていったりとか、アドバイスをしていければと思っています。で、今日の話題はですね、日本人のね、英語学習者の方が、落、ま、ち、あ、りやすいパターンです。で、これをやるとね、英語は上達しないんですね。で、やってはいけない英語学習法ということで、4つあります。まずもう結論からね、ダダダッと言いますね。まず1つ目は、映画とかドラマを見る。 ですね。もうひたすら見まくる。これ、ダメです。もう一つは、ネイティブの先生と、アメリカ人とかイギリス人の先生とカフェとかでね、よくレッスンしてる人見かけるでしょあれも良くないです。で、次はですね、まあ、ひたすら英語を聞き流す。聞き流しですね。聞き流しも効果がないです。それからもう一つ、日本人が好きなパターンなんですけど、ネイティブはこういうときこういうとか、とっさの表現とか、 これは英語で実際なんて言うのみたいな。そういう本とか、そういう動画ばっかり見ちゃう。もうこれもよろしくないですで。以上4点よろしくないパターンで、こう本当に日本人の英語学習者によく見られるパターンで、これをやるとね、大抵伸びないんですね。で、何がまずいのかっていうお話をこれからしていきたいと思いますね。はい、一つ目の映画やドラマをひたすら見まくるんですけれど、これね、 見,見まくることで、なんかね、やった感っていうのはね、得られるんですね。なんかたくさん英語をやったみたいな。でも実際のところは、映画を見てるだけで、英語は聞いてないんですよ。で、これね、特に初級者、初中級者の方っていうのは気をつけた方がいいんですけれども、まずね、英語字幕にしたところで、英語字幕をね、読むだけの英語力がないです。初級者だと。なので、 英語字幕は辛くなってきて、途中で結局、英語字幕じゃなくて、日本語字幕で見ちゃうんですね。で、日本語字幕で見るとどうなるかというと、もう聞いてないです。絶対聞いてないです。で、文字だけを追います。で、この文字を追うっていうのは、日本人が割と得意な傾向なんですね。で、YouTube の動画なんかをね、見ていただくとわかるんですけれども、英語の YouTuber さんです、ね、海外の YouTuber さんって、ほとんど字幕ないんですよ。 字幕ほとんどない。でも、日本のユーチューバーさんの動画って、ほぼほぼ喋ってることと、一言一句違わずとまではいかないにしても、9割以上、もう全部字幕が出るんですね。で、そうなると皆さんね、話を聞かないでね、文字を追うんですね。で、この傾向はね、結構日本人だけじゃなくて、アジア人に多いです。アジア人はね、すぐ書いてくれって言います。 韓国人でも、中国人でも、あの、日本語とか英語を教えてると、先生ちょっと書いてくださいって言うんですね。で、欧米の方はそういうことを一切言わないです。書く暇があったら喋らせろって言います。なので、これはやっぱり特徴的なことかなと思うんですけれど、文字に依存してしまうと、音を聞かないです。そうすると、いつまで経ってもリスニングが上がらない。なので、字幕を見ながら映画を見るっていうのもね、実際のところはね、字幕しかね、見てないんですよ。 なので、あまり初中級者には、この映画を、またはドラマを、ひたすら見まくるっていうのは、よろしくないです。これね、ほんと上級の方だけです。あの、今、もう上級の方であれば、たくさん映画とかドラマとか見ることで、新たな語彙とかフレーズを覚えていくのでね、うん、おすすめですけど、それ以外の方は、よろしくないです。やらない方がいいです。二つ目。 これもね、ありがちなんですけれど、ネイティブの先生とマンツーマンでカフェとかでレッスンって、これね、なんとなく効果がありそうじゃないですか。ところがですね、よく考えてみてください。カフェって、他に人がいるでしょで、隣にこの辺に座ってたりするじゃないですか。ね、そんな中で、今私が話してるようなトーンで、お話ができますかっていうことです。無理ですよね。やっぱり遠慮しますよね。そんな、なんか素敵なカフェで、 一人でかい声でガーガー喋ると迷惑じゃないですか、周りに。<laughs> なので、声の音を落として、あ、こんにちは、そうですよね、みたいな。ちょっとひそひそ話になっちゃうんですね。語学っていうのは、ちゃんときっちり発音しないと上達しないです。これは何でもそうですけれども、例えば腹筋とかね、あの、こんな感じで腹筋したってダメじゃないですか。ちゃんときっちり、 このお腹の筋肉に負荷をかけて、ちゃんとやらないと筋肉ってつかないんですよ。で、言葉も結局、口の周りの筋肉、舌とか顎ですよね。この筋肉を鍛えることによって外国語って話せるようになるんですね。なのに、ほにほにほにほと喋ってたら全然意味がないです。なので、カフェのレッスンっていうのも、これもね、上級者向きです。または、英会話のレッスンっていうよりは、英作文を添削してもらうとか。 そういうのだったらいいです。ネイティブの人に書いてきた論文とかをね、ちょっと見てもらう。で、ここ、こうした方がいいよとか、そういう打ち合わせ的なものであれば、あのカフェレッスンもいいんですけれども、こう会話ですよね。会話のレッスンっていうので、こういうカフェレッスンっていうのもおすすめしないです。それから三つ目。 これはもうね、皆さん分かってると思うんですけれど、いわゆる英語の聞き流しですよね。もう聞き流すだけで英語が話せるようになるんだったら、今頃日本人みんな英語ペラペラですよ。そんなはずはないです。聞き流すだけではダメです。やっぱり聞いて、スクリプトとかを見ながら、知らない単語とかがあれば調べるとか、あ、これ、このフレーズ聞いたことないなと思ったら調べるとか、そういうことをやらないと意味がないので、聞き流しはもう、もう、あの、言うまでもなく、ダメですね。 で、最後。えー、これもね、すっごい日本人がね、すごい好きなんですね。これね、他の外国人の方にね、たくさん英語とか日本語を教えてきましたけど、あんまりこういう傾向はね、ないと思います。やっぱ日本人の特徴かなと思うんですが、ネイティブだったら、こういう時こういうとかこう、とっさの一言とかね、えー、こういうのはネイティブの人は言いません的な本とか、 えー、動画でも最近はね、あると思うんですけれど、そういうのね、好きな人が多いんですけど、こういう、ネイティブはこういうのを言うとか、こういう表現はネイティブはこういう時はこういうふうに使うとかっていうのは、いわゆるなんかね、トリビア的な、豆知識的な部分では面白いですし、知ってるとネタにはなりますけれども、英語のね、上達には関係がないです。で、むしろそういうところにばっかり、 こう、面白いからね、そういうネタって、やっぱり面白いじゃないですか。へ野ネイティブってそういうことを言わないんだとか、へ野ネイティブってそういう時そう言うんだっていうのは、面白いので、ついそっちに行きがちなんですけど、そんな暇があれば、ちゃんと学習した方がいいです。なので、 こういうのも、やっぱり普段ある程度英語ができる方、上級の方がちょっと遊び半分でやるにはいいんですけれど、今初級とか中級の方はそういうのに時間を取られるともったいないです。やるべきことをやった方がいいです。以上ね、4つですね、これ陥りやすい日本人の,あのパターンについてお話ししました。じゃあ、じゃあ、どうすればいいのっていうね、何をすればいいのっていうお話をこれからしたいと思います。 初級者、初中級者ぐらいですね。まあ、TOEIC で言うと、まあ、5、600点ぐらいまでの方っていうのは一体何をすればいいかっていう話をしたいと思います。で、先ほど言った4つをね、やってるっていう人はね、もう今すぐやめてくださいね。で、やるべきことは、まずね、単語とフレーズ、文法、こういったところのおさらいです。で、日常会話っていうのは、そんなにね、たくさん単語はいらないんですよ、実際のところね。 まあ、1500とか多くても1800ぐらいあれば会話っていうのはやっていけるんですね。でも、その単語をバラバラに覚えてるだけではやっぱり意味がないわけですね。で、こういう時にこういうフレーズを使うっていうのはある程度決まってるので決まったパターンを覚えるしかないです。なので、あの、面倒くさがらずにちゃんと単語を覚える。それからいわゆるフレーズまたは、えー、c ケーションとかって言ったりします。コロケーションですね。 あとは、ま、熟語とか、っていったものを、慣用句ですよね。っていったものをちゃんと覚える。ね、公文を理解するっていう基本的なところをまず押さえましょう。これ絶対やってくださいね。特に初級の方はね、必ずやってください。やらないでひたすら映画とかを見ちゃったりすると本当にもう1年経っても2年経っても英語上達しませんからね、必ずやってください。それともう一つ、これはね、いわゆるスポーツでいうところの、こう、素振りとかに似てると思うんですよ。 ひたすら走るとかひたすら腹筋するとかっていうのに似てると思うんですけれども英語の体力をつけないといけないんですねでその英語の体力って何かっていうとまずシンプルなね構文ですよねそれをフルセンテンスで言う練習ですでこれは一人でもできます、まあ、先生がいて先生にクエスチョンを投げかけてもらってそれに対して答えるっていうのをやってももちろんいいんですけれども自分一人でもできます自分で自問自答です 聞いて答える。例えば、私は猫が好きですって言いたいとしますね。えー、I love cats. ですね。I love cats. 非常にシンプルなフレーズですよね。で、これをね、あなたはどうですかっていうふうに聞いてみるんです。あなたは猫が好きですかですね。do you like cats?do you like cats? ですね。で、それに対して自分で答えます。ね、yes, I love cats.yes, I love cats. とか、で、 否定でも答えてみます。No, I don't like cats.No, I don't like cats.I like dogs. とか。っていうふうに答えます。じゃあ、今度は主語を変えます。主語を、例えば、あなたの弟さんは猫が好きですかっていうふうに、You ではなくて Your brother に変えます。そうすると、Does your brother like cats? となりますよね。Does your brother like cats? で、また答えます。Yes, he loves cats.No, he doesn't like cats. っていうふうに、 自問自答でこういうシンプルなセンテンスですね。中学でやるような中学英語のセンテンスを自分でクエスチョンして答えるっていうのをもうドリル練習です。ひたすらやります、これを。で、これをやることで基本のね、 フレーズっていうのを考えなくて頭の中でいちいち日本語に訳さずとも英語で瞬時に理解できて瞬時に答えられるっていうね、英語の体力っていうのがついてきます。でこれね、ぜひやってください。これとっても大事です。退屈だと思うんですけど、でもまあ、スポーツでいうとこの素振りとか腹筋とかと同じで退屈だけれどもこれがないとお次に進めない。絶対や,るやらなきゃいけない部分です。三つ目ですけれども、 これね、とっても大事なんですけれど、発音ですね。日本人がね、やっぱりリスニングに苦労するっていうのはね、この発音のせいなんですよね。で、上級、ある程度上級の方でも、ドラマとか映画とかっていうのが、こう、普通に字幕なしで見るのが難しいっていうのは、やっぱり音が聞き取れてないってことがね、もう9割方、それが原因です。で、音は中学とか高校でほとんどやってないので、なので上級の方もね、発音はやり直した方がいいと思います。 で、初級の方は、後からやり直すのって本当にね、二度でまでもったいないし、めんどくさいですから、今、今からやりながら発音もちゃんとやっていきましょう。で、発音は自分でもちろん、あの、ネットのね、あの、YouTube、こういうユーチューブとかを使ったりとか、教材を買って自分で練習することもできますけれども、先生について習うのがやっぱりね、一番早いし、一番効果があると思います。で、日本人の先生で、 英語をね、習得した人。これが一番おすすめです。なぜかというと、日本語がネイティブで、で、なおかつ英語を話すっていう人しか教えられないような細かい筋肉の動きとか、えー、こういうところが難しい。英語はね、日本語とここが違って難しいとかっていうのって、なかなかね、英語はネイティブの人とか、バイリンガルの人ですよね。日本語と英語両方とも自分の母語として、 えー、話せる人、帰国子女とか、ハーフの方とかですね。そういう方だとね、どちらも自在に発音できてしまうので、こう、何が難しいのか、何が日本人が苦労してるのかとかっていうのがね、なかなか説明できないし、わからなかったりします。なので、日本人の先生に発音を習うのがいいと思います。で、教えてくれそうな人に教えてもらうとか。または、まあもう、こういういろんなネットをの情報をね、 利用して独学っていうのでもいいですけれども、まず発音必ずやってください。この3つです。ね。単語とか文法っていった基本的なところをちゃんとやるっていうのと、で、ドリル練習ですね。自分で声に出して自問自答する。それから発音やる。これを必ずね、初中級者の方はやってください。で、それをしないで、なんか映画とか見たりとかね、カフェレッスンとかやったりとかってやっても効果がないです。ね。 なので、遠回りね、しないように、必ず、最短の距離って言うと変ですけれども、やっぱ語学にしても何にしてもそうですけれども、必ず王道っていうのがあるので、そこをね、通るようにしましょう。王道を通らなくても、マスターできる人っていうのはね、もう天才です。天才ですね。そういう人ね、います。そういう人は、私みたいな凡人の動画を見る必要はないです。 ね、見てないと思いますし。なので、普通の人はみんなそうやって、えー、王道を通って、英語をね、ぜひぜひ上達していただきたいなと思います。で、以上、え今日のお話は、まあ、日本人が落ちりやすい落とし穴といいますか、えー、これはやってはいけない英語学習法について紹介しました。何かまた質問とかコメント等ありましたら、えー、下のコメント欄に書いてくださいね。で、ぜひぜひいいチャンネル登録もお願いします。See you! ご、sure、to to ご視聴ありがとうございいまますすチャンネル登録の方もよろししくお願いします基礎から応用まで学べるユミの脱カタカナ英語マニュアルは小はるさんの CM でおなじみのベースにて販売中ですまたユーコネクトのアーサーとコラボしたオンライン発音講座も好評発売中です詳細は概要欄を見てくださいね